7月11日、雨。反応があった。でも何か様子がおかしい。反応してくれたのも一人だけだし、その内容も意味がわからない。ミキが一行だけ、今更よくそんなこと言えますねと書いている。やっぱり何かあったらしい。他の人たちはどうしたんだ？希望の世界を見るのをやめてしまったのか？サッチーさん何をやらかしたんだよ。みんなサッチーさんに愛想を尽かして去ってしまった後、ミキだけが引き続きロムしてたって感じなのかな。ただミキはサッチーさんに対して明らかに敵対心を抱いている。彼の口ぶりからの推測に過ぎないけど、サッチーさんがみんなに対して何か不愉快になるようなことをしでかしたのか。何らかのトラブルがあったのは確かだ。でなきゃミキがあんな発言をするわけがない。ではサッチーさんは一体何をやったんだ。暴言でも吐いたのか、それともオフ会すっぽかしたとか。まさかサッチーさん自身も別の人の語り？それはないか。僕はサッチーさん本人に会ってるわけだし、自分のことを僕って呼ぶから少し変わった女の人だとは思ったけど、見た感じ本物っぽかった。ナイフは怖かったけど、脅す動機も納得できる。あれは僕の方に非があったんだから。今考えてみると結構可愛い人だったな。あの人を語ることができるなんて結構名誉なことかもしれない。そのサッキーさんがしでかしたこと、いろいろ考えられるけど、どれも断定はできない。じゃあどうすればいい？よくわからないけど、とりあえず謝っておこうかな。相手が怒ったままの状態だと、まともな話は期待できない。話もできないなんて、せっかくの語りも今日失ってしまう。元の関係に戻すために謝っておくのは得策だ。どうせ大したことで怒ってるんじゃないんだろう。ネット上だと小さなことでへそ曲げたりする人が多いからな。ごめんなさい。まだ怒ってて当然だよね。でもやっぱり一人じゃ寂しいことが分かったの。私も反省してるから。だからね、戻ってきて。一生のお願い。もうサッキーは不愉快な思いをさせるようなことはしません。うわ、自分で書いてて恥ずかしくなってきちゃったよ。でもまあこんだけ平謝りでおけば大丈夫だろう。余裕だ。